はい、今回は皆様にロシアのウラジオストク噴水通り沿いにあるおすすめのロシア料理のレストラン、スボイに関して、ご紹介させていただきます。海鮮系ということでね、海鮮系が楽しめるということでおすすめできるところです。ということで、まあ、こじゃれたレストランですけど、その中で、海鮮系中心に、頼みましたけど、サーモンとか、カニね、あとはムール貝、などを、頼みました。まあ、2人で訪問したんだけど、費用は2人で6000円ほどです。ロシアのウラジオストクです。ウラジオストクのスボイというレストランです。まあ、海鮮系ね、ウラジオストク港町ですから漁業も盛んに行われて日本の中にも輸出してますけど、その中でまあ海鮮系ね、ちょっと高めなんだけど、今食べてます。ということで頼んだのがこのこれね、カニということで、これタラバなんだけど、タラバのカニの、身をねほぐして、美味しく、このマヨネーズがついてるのかなということで、今いただきますけど、これがあります。美味しいです。マヨネーズすごく合いますね。だからこれは身の中の甘みも出てきて、すごく美味しいです。あとはサーモンね。サーモンなんかもこの辺りに取れるんで、すごく有名ですけど、いい感じです。美味しい。これもなんか噛んだら味が出てる感じで、なかなか美味しいですけどね。で、ビール、スボイビールっていう、これレストランのビールだと思う。オーダーメイドだから。で、飲みます。あとはこのムール貝ね。ムール貝なんかも結構人気ですよね。この西洋、日本だとあんまり食べないけど結構人気なんだけど、若干小ぶりだけど、トマトピューレにかかってて、その味とうまく絡めると美味しいです。あとはカニのなんかサラダみたいなやつ、これまたこれも美味しいです。ということで、今日ここなかなかいいレストランね。ネットでも紹介されてるんだけど、皆さんちょっとお勧めしたいと思います。